はい。今日もおまかせテレビを見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、あれです。私の、チャンネル登録者の中にですね、何人かユーチューバーの方がいらっしゃるんです。で、今日はね、その中のですね、2つのチャンネルをね、紹介します。一つはですね、最初のあれはもう大体想像がつくと思うんですけど、薩摩の少年ジジイチャンネルっていうとこなんです。この方はですね、薩摩の少年ジジイって言われますけど、私より年下です。2人でやってらっしゃいます。しげちゃんとですね、りゅうさんっていう幼なじみみたいですけどもね。んで、今年で8年目って言われました。8年目。ほいで、これまではね、体力系。体力系とですね、企画力ですね。それでずっとやってこられたようなんですよ。で、だから3ヶ月ぐらい前ですかね、ちょっと劉さんが、これは行っていいっていうことですから、あれですけど、ちょっと心臓の具合がね、ちょっと良くなくなってですね、それと、腰、腰痛ですかね。あれとかがあってですね、薩摩の少年ジジイチャンネルさんは少し小休止状態だったんですけど、ごく最近ですね、以前の動画を、この私なんか、私がこう、あ、そうだそうだ、ここは226号線で指宿に行くとこなんですよ。ほんでね、薩摩の少年ジジイチャンネルのしげちゃんさんという人はですね、すごく器用なんです。いろんなことをですね、考えついたり実行されてるんですけども、その方がですね、松びっくりぼっくりじゃないですよ、松びっくりっていうですね、盆栽みたいなのって言えばいいですかね。それをね、自分で作って、ここを左道の駅、指宿ですけど、ここでですね、委託販売みたいにされてるんですかね。ここに本人さんがいて、いらっしゃい、はいはい、松びっくりいかがですか？みたいなことじゃないと思いますけどね。ここでですね、最初、2人に待ち合わせをしたのがですね、ここでした、ここでした。このね、この動画、いや動画っていうか、このあれはあれだけども、ここのですね、見えるけ、ああ、あれか、この右の奥のところですね、待ち合わせをして、こんにちは、おまかせテレビですって言って、2人と何ですかね、初めて交わしたのがあれでしたけど、ここはあれです。オプシア三隅のね、屋上から降りるとこですけど。ほんで、さっきのあれ、薩摩の少年じいさんですけど、ごく最近の動画がですね、松びっくりの原料になる、それをね、これはもう黙ってた方がいいな、あれします、説明欄にですね、貼り付けます。それと一番後ろの終了画面、あそこに貼り付けますからね、最新のイノシシのやつと、それからあれだ、硫酸が今ちょっとさっき言ったみたいにちょっと腰の調子が悪かったりしていらっしゃるんですけど、
その方もチャンネルを持ってらっしゃるんです。だからそれをね2つ、それともう一つはですね、もう一人、もう一つのチャンネルって言えばいいんですかね、おはよう56さんという方がいらっしゃるんです。はい、この方とは面識はありません、ありませんけどコメントのやり取りをしている過程で、その方がですね鹿児島県出身の方って分かったんです。そしてその方の趣味っていうのがですね、ジンバラって分かりますかね、私がの歩き取りの時にこう使うポケット3っていうのがあるんですけど、それの原型みたいなもんですかね。10年前にですよ、10年前に、それをね自分で工夫されてっていうよりも、もうある種のもう発明家も、もうほぼ完璧な動画をですね撮ってらっしゃるんです。ねあちこち撮ってらっしゃいますけど、まあ、鹿児島県出身の方じゃなくても県外の方でも鹿児島を訪れた時に知覧の平和公園に行った方は結構いらっしゃるんじゃないですかね。でその方がですね、それを自作の、ジンバルですね、でね撮ってらっしゃるんです。いやー今でも通用する、はい、そのスムーズさですね、それとねカメラワークですね、迷いがないんですよ。もうスーッて、もう次はこう行ってああ行ってっていうのが自然とできる方なんでしょうね。ほんでそのおはよう56さんとかとは面識はないんですけども、そのおはよう56さんの動画を見てると時々画面の中にですねご本人さんの顔じゃなくてですね、こうそのジンバルを使ってこう移動してる時のがですねガラス窓に映ったりしてるんです。いやそういうのが少しでもあるとですねすごく親しみが湧くんです。ほんでおはよう56さんはその本職あるんですよ、はい、あそれもねそれらも含めておはよう56さんも説明欄のところと、それから終了画面のところにこう URL っていうかな、あれを貼っておきますので見てください。で、おはよう56さんもね多彩、いやジンバルを本職は別にあるんですよ、さっき言いましたけどね、あってそのカメラが趣味なんでしょうね、動画ね。でそれを自分で作る、工夫して作る、それともう一つはですね魚釣り、いやもうすごく釣れるんですよ。で私的には、魚がもういっぱい釣れる場所で誰が行ってもそれぐらい釣れるんだろうと思ってたんですけど、ね、なんかそうじゃないみたい、仕掛けとかねなんとかにねおはよう56さん独特のなんかがあるみたいなんです。はい、ほんでまあこの2つもすごいんだけど、私がもっとすごいと思うのはですね木工技術っていうのかな、あこれも貼り付けときますから説明欄にですね、いやもうね本職かと思ったです最初。ほんでそれは分かるんです、本職そのもいやいやYouTube を見てるとですねいろんなの、木材というか木工のですね、
ハウツー、ノウハウっていうのはいっぱいあるんです。でも私がすごいと思うのは、おはよう56さんがですね、その自分が作る、木工製品、それはね、最初は何を作ってるんだろうっていうところが始まるんです。はい、まあ最初にあの完成図が出てくるところありますよ。いや、こう完成したのはこれだっていうのが頭に出てくるのもありますけど、次のカットからはですね、え、これはこのさっき見たあれのどこの部分なのっていう、そういう取り方をするの。ほんで最終的にこう商品が、製品が出来上がって、なるほどなーっていう部分もあるんだけど、そのね、自分がそれを作る、過程をですね、カメラのアングルを、そうですね、ワンカットが10秒以下かな、もうカットをどんどん積み重ねて作ってやるんです。それに驚かされる。だから私はあの最近もう全然テレビを見ないんですよ。ニュースさえも見なくなった。あれはもうスマホで、大体のこうどういうことがあるっていうのを見るぐらいでですね、じっくりもうあれはニュースも見なくなったんですけど、その代わりにですね、そういうものが出来上がっていく段階のですね、あれをね見ながらね、何ですかね、リラックスします。映像がポッとって、まあもうちょっと間は長いんだけども、そういうあれでね、はい、ご飯を食べる時とかですね、それとかその自分の編集、あ、結構編集ってはかかるんですよ、こういうドライブ動画にしてもね、でそれでこうちょっとあれやったなって、あ、ちょっとまあこういうあれですよ、自分の動画の時はこんな風にしてお茶を飲んだりしますけれども、実際こう自分が、リラックスしようと思うときは、なんやかんや動画を見ます。で、その中で、こう、ん?って言って、こう画面にふって近づく動画があって結構あるんですよ。チャンネルっていうのはですね。それがそのおはよう56さんのあれなんですけど。まああれですよ。好みによりますからね。魚釣りとか、そのジンバルというのなんか、それからものづくりとか、そういうのも全然興味ない人はあれかもしれないけど、私と同じようなその興味を持ってる人からすると、え、お任せさん、ありがとうな、こういうチャンネルを探してたっていうのがあるかもしれません。それと、今度はまあさっきの薩摩の少年じじいさんの方に帰りますけど、もうね、シンプルなんですよ、薩摩の少年じいさんは。カゴンマ弁、本物のカゴンマ弁を使うっていうのもそうなんですけど、大体こういうふうになるんだろうなっていうのは分かったりするんだけど、でもね、リアル感がすごいんです。リアル感がある。でね、役割分担があるんですよ、薩摩の少年じじいさんの場合ですね。そのしげちゃんさんっていう人がこの、軟化される。でそれを龍さんがカメラマンとしてついていく。でついていくだけじゃなくて、しげちゃんさんとちょっとね噛み合わない会話になってきたりですね、それとかしげちゃんさんがこうなんかグッとこう突っ込んで、うん、ここだかっていう時に、龍さんがこう笑ったりするんですよ。こう引き笑いみたいなね、あれ笑ったりね。いや、その笑い声が
お二人はなんかその、幼なじみみたいなんですけども、なんかあれが違うんです。性格も違うし、違うだろうしね、育った時代っていうのが違うみたいでね、そのねアンバランスさがバランスになってるんですよね。いや、その薩摩の少年じじいさんを見て思いましたがよ、私は時々カゴマ弁一人でする時あるんです。夢子姉さんとかね、それからの何け、実際自分が中高生の時に、可愛がってくれた先輩たちのね、ちょっとあれを口調を真似たりするんですけどね、一人ですると自分とその夢子姉さんっていうのは性格が違ってる、それから先輩と私も違ってるって思うんだけど、私が一人でするとですね、それが際立たないんですよね。でもその実際に二人でやるとこんなに違うんだって、その薩摩の少年じじいさんのローソンのしげちゃんさんですね。いやよくよくてはたまに私そのお二人の動画はずっと見てますけど、ほとんどコメントは書きません。いや、私が言いたいことはですね、他の人が言ってる、はい、だからもうあれしないんだけども、で時々そのお二人からの、薩摩の少年じじいチャンネルさんのしげちゃんからと、おはよう56さんからコメントよくいただきます。でそれにこう書くんですけどですね、私も見てますっていうあれなんか書くんですけどもね、なんか何かの形で皆さんに紹介したいなと思ってたんだけど、まあ今日はもうずっと二人の話をするじゃないですか。でもね、これもね、この音声を聞いてる人にしか伝わりませんもんね。いや、お任せテレビを見てる人もね、80% はね、音を消して見てるみたいです。で、なので、今言ったみたいに説明欄の方にね、書いとけば、まあ、そのお二人の、いや、宣伝するつもりはないですよ。宣伝するんじゃなくて、私はこういう動画を見てるんですよって言うと、そういうのをあれすると、ほら、さっき言ったかもしれないけどね、そういう動画を求めてた人がこのおまかせテレビのリスナーさんにいらっしゃったとしたら、あ、ありがとうな、ありがとう、ありがとうねって言われるかもしれないし、まあそういうことですね。今回はあれですね、ちょっと待って、ここは動画で切り替わるか、あ、切り替わりましたね。まあそういうことでですね、このおまかせテレビを通じてまた皆さんが次のね、新しい、ジャンルの YouTuber とね、YouTube とつながればいいなと思いますのでね、はい、ということでこの動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。